世界遺産日光の社寺。江戸幕府が総力を挙げて造営した東照宮二荒山神社輪王寺にある110棟の建造物は、そのすべてが国宝重要文化財に指定されている。意匠を凝らした彫刻と漆塗りや彩色、飾り金具などの装飾が華やかでいながら厳かさを感じさせる。これらの装飾を支えているのが漆だ。多彩な装飾の中で黒漆や弁柄漆がひときわ引き締まった風情を見せている。日光の社寺は造営以来400年もの間絶えず修理が行われてきた日本の中でも特別な文化財だ。陽明門もこれから修理が行われる。連綿と受け継がれてきた優れた修理技術が発揮されて創建当時の姿がよみがえるのだ。漆の修理は非常に手間がかかり、その作業工程は40以上にも及ぶ。日光社寺文化財保存会の8人の漆専門の職人がその作業に従事する。これから陽明門で行われる彼らの仕事ぶりを追いながら、日光の社寺における漆塗りの修理技術のすべてを紹介していこう。日光東照宮、元和3年1617年に建てられた徳川初代将軍家康公を祀った神社だ。五分塗りの柱、黒漆の垂、その先端部を飾る飾り金具、組手を彩る金箔、黒漆塗りの柱、東照宮では本殿や拝殿など最も格式の高い建造物は黒と金で彩られている。泣き流で多くの参拝客に人気の本寺堂、この建造物は柱や投げ石、組物などはすべて朱漆で塗られている。重要な建造物には朱が使われる。同じく陽明門の手前右側には3つの建造物が並んでいる。上神庫、中神庫、下神庫と呼ばれているこの建造物も、正倉院に習ったあぜ倉部分は朱漆によって塗られている。二荒山神社、日光における山岳信仰の中心として古くから崇拝されてきた神社である。この神社の本殿を彩ってきた色は本寺堂や三神庫と同じ赤であるが、顔料の種類が違う。二荒山神社の本殿はすべて弁柄漆で塗られている。その二荒山神社の奥に鎮座している建造物は、徳川三代将軍家光公の霊廟である太夫院である。この太夫院を荘厳しているのは金箔と黒漆である。家光公の遺言で祖父である家康公を祀った東照宮より決して華美にしてはならないとの言い伝えがあったという。その太夫院夜叉門の両脇の回廊にあるレンジ窓のレンジ庫に少し珍しい色漆が塗られている。それがこの青漆である。このように日光の社寺には大きく4種類の色漆と金箔が施されている。さらに東照宮の唐門や将軍の間には漆で描いた絵に金粉を巻く蒔絵が施されている。蒔絵は漆装飾の手法の一つであり、
格式の高い建造物を彩っている。このように黒、赤、青、金を使ったさまざまな漆装飾で日光の社寺が荘厳されているのである。今回の修理では黒漆の本直し工程を忠実に描くことによって、漆の修理にはどのような工程があるのかを紹介していこう。本直しの最初の工程は叩き落としという作業である。叩きという道具で傷んだところの古い塗膜を叩き落とし、前ガンナという道具で引っかいて平滑にするのだ。そして生地が割れているところはのみで削り出す。生地調整の第一歩の作業になる。うめき、削り出した部分にはその形に合わせた材を埋め込んでいく。ここで重要なことは、埋め込む材は周囲の材と同じものにすることだ。形を整えた後、修理作業に初めて漆が登場する。漆は生地全体を堅牢にする工程、生地固めと呼んでいる作業で使われる。生地固めには漆とテレピン油を1対1で混ぜ合わせた固め漆をよく攪拌し塗っていく。生地に吸い込ませるように全体を塗り上げていくことが肝要だ。生地固めが終わり乾燥させた後、耐水ペーパーで全体を研ぎ出していく。この作業を空研ぎと呼んでいる。漆工事では一つの工程が終わるごとに砥石や耐水ペーパーで研ぎ上げる作業が繰り返される。黒塑、黒塑とは生地の割れ目や板の継ぎ目を補修するために使用する材料のことである。ではどのように黒塑が作られるのか、その様子を見ていこう。黒塑のベースになるものももちろん漆である。まず生漆の分量を測る。そしてゴミや塵を寒冷車でこしていく。次に用意するものは米糊である。漆米で作った上新粉を水で煮て糊にし、生漆に混ぜ込んでいく。ここで少し珍しいものが登場する。カラムシと呼ばれているものだ。カラムシとはチョマ、アオサとも呼ばれるイラクサ科の雑草で、木綿以前の代表的な繊維である。漆に米糊を混ぜた後、カラムシを投入し再び攪拌する。最後に強力粉を混ぜよく攪拌して黒塑漆が出来上がる。黒塑漆にラップをかける。漆は空気に触れると表面が凝固してしまうので、それを防ぐのだ。修理現場での作業の前に黒塑漆に生地粉を練り込んで黒塑を作る。生地粉とは材木を引いた時出てくるノコくずのことである。生地粉を入れることで黒塑の粘度が強くなり、補修するところをしっかり埋めることができる。埋め木などをした部分や板の継ぎ目に
こうして出来上がった穀倉をヘラで埋めて補修していく。補修部分が大きい時は割れやひびなどを防ぐために麻布を挟んで穀倉を詰めていく。この作業を穀倉買い込みと呼ぶ。前がんな、穀倉揃えではこの前がんなを使用する。修理方針の原則として工具は伝統的に使われたものだけを使うことにしている。穀倉が完全に乾いてから買い込みをした箇所の表面をきれいに削り出す。引っ込み下地付け、次は地の子下地をつけて生地を仕上げていく。穀倉は痩せてしまうのでそれを補うためにつける下地だ。地の子下地とは木漆1に対して地の子 1.5、 トノコ 0.5 を練り込んだものを言う。地の子とは粘土の粉、トノコとは砥石の粉のことで、トノコの方が粒子は細かい。ここまでが生地調整の作業である。日光社寺文化財保存会、修理を担う職人たちと設計管理を担う技術者たちはここに所属している。日光社寺文化財保存会は戦争の惨禍とその後のこの地を襲った大震災によって受けた被害を修理するために昭和25年、1950年に発足した。保存会は修理事業だけでなく調査研究や後継者の育成、社寺の防災に関する事業までも担当している。すべての修理事業は綿密に記録され保存される。これが将来の修理の際に大切な資料となるのだ。日光には社寺の創建の時に記された官営の造営帳をはじめとする貴重な資料が残されている。現在の修理でも先人たちが残したこれらの記録をもとに伝統的技法を基本にした修理方針が立てられているのだ。修理にあたっては綿密な調査が欠かせない。陽明門で見つかった灯油蒔絵によって描かれた壁画の調査を行い顔料を分析することにした。こう浮いてるやつは剥落土面する予定なんです。今回こういうやつ、こういうやつとかこういうふうに中に落ちてるやつ分析するのはこのように剥落してしまった顔料の断片だ。断片をピンセットで慎重に取り出しビニール袋に入れていく。採取した場所が分かるようにナンバーリングしたラベルをその場所につけて写真撮影して記録する。丁寧な調査が修理方針の決め手になる。東京文化財研究所保存修理科学センター北野教授のグループに分析を依頼した。北野教授の伝統技術研究室では質量分析機による有機分析や X 線解析機による無機分析を駆使して文化財や工芸品の調査研究を行っている。現場での調査に加えてこうした分析科学の成果も合わせて修理の方針が決まっていく。また修理を進める中で新しい発見があり、日光の社寺の漆や彩色も時代によって顔料や技法に変化があったことも分かってきた。江戸時代の黒漆は現在のものと違っていたことが分かっている。今回の修理では東照宮すき塀で新塗りの垂木が見つかった。現在の黒漆は艶の深い漆黒を出すことができるが
江戸時代にこの色を出すには手間がかかり、重要なところだけに施されていた。それ以外の黒漆は油を入れた花塗りや艶のない新塗りが施されていたところも多かった。赤の種類も時代によって変化してきている。東照宮上神庫の内部の柱や投げ師などには現在は使われていない土朱という赤い漆が塗られていた。古くから赤には朱という種類があった。しかし辰砂という希少な鉱物を使用して作る朱は非常に高価であった。そのため使われたのがより廉価な石鉄鋼を原料とする土朱である。ここに津軽藩に伝わる五葉閣と呼ばれる文書がある。その中に興味深い記述が残されていた。それは日光御宮御仏殿御普請につき在所より土朱600貫を献上を建てまつったと書かれていた。青森県津軽半島の北西部にある今別町に赤根沢という集落がある。この地がかつて土朱を産出した場所である。道路脇には赤根沢の赤岩と書かれた看板がポツンとあった。そしてその裏手の山の斜面にかつて採取した鉱山の廃坑があった。だがその廃坑も今では世の中からすっかり忘れられてしまっている。古い時代に塗られた土朱の色を再現してみよう。すき漆1にエアブラ 0.25 を混合し、その中に土朱の粉末 0.25 を入れよく練り合わせる。ここで使われるのが極潰しと呼ばれる道具である。木刀を切ったような形のもので粉末をすりつぶすために使われる。よく練り込んだ土朱漆が和紙によってこされていく。固めでも下地でも塗りでも漆を使う際には必ずその漆をこすことが必要だ。ヘラと漆刷毛で手板に塗り上げていく。この色を参考に実際の文化財に塗装するので手板への塗りも重要な作業だ。こうして元和の時代に塗られていた土朱塗りがよみがえった。元和の時はこういう土朱塗りだった建物が、元禄の頃に重要なところは朱色に変わりまして、それなりに重要なところがこの弁柄色に変わりました。それが現在に伝わっている塗りです。岡山県吹屋町、ここがかつて弁柄の町と呼ばれ日本産の弁柄のほとんどを産出してきた町だ。今でもこの町の家並みは弁柄色で飾られている。しかし科学の発達で弁柄が工業的に作られるようになると天然の生産地のほとんどは衰退してしまった。その中に一軒昔ながらの弁柄を今も販売している西江亭がある。西江亭で扱っている弁柄は近くで産出する自流鉄鋼から作る老波弁柄だ。自流鉄鋼を焼成して老波、つまり硫酸鉄を作る。そしてそこから取り出した酸化鉄が老波弁柄と呼ばれる。酸化鉄を使った赤色顔料の総称を弁柄といい、江戸時代に大量に輸入されるようになるが、日本でもこの町を中心に生産されてきた。
ベンガラは原料によってさまざまな種類があるが、ロウハベンガラは特に発色が良い。そのため日光のベンガラ漆はこのロウハベンガラを使っている。時代によって変化した装飾は他にもある。東照宮の五分塗りは創建当初は白木だった。それが完成の頃、鉄章、つまりお歯黒と同じものを塗るようになり、さらに江戸時代後期に五分塗りに変化してきた。太夫院にあるベンガラ塗りも初めは透き漆による瞬景塗りだったが、次第にため塗り、そしてベンガラ塗りと変化していったことが分かっている。屋根にも歴史的に変化がある。東照宮本殿などの格式が高い建物は檜皮葺きだったが、それが銅板葺きに変わり、その上に生漆と松煙を使った黒漆塗りになった。それに対して輪王寺法華堂の屋根は漆の代わりに絵油、松煙で黒を出す黒釉塗りである。陽明門の現場では調整した生地に下地をつけていく作業が始まった。下地の土台として麻布を着せる作業を行うが、その前に麻布の密着を良くするための下地をつける。この作業を布下地と呼ぶ。生地調整の最後に使った地の子下地と同じものが使われる。地の子下地のへら付けが終わると、混合砥石で全面を研ぎ出す空研ぎを行う。研ぎはへら付けした箇所を平滑にするとともに、次に行う作業の食いつきも良くする。漆塗り作業は塗って研いで塗って研いでの繰り返しである。そして次に麻布を着せていく。接着剤には麦漆を使う。麦漆とは漆1に対し米のり 0.15、 さらに小麦粉 0.33 程度を混ぜ合わせたものだ。この麦漆の調合も麻布の厚さや腰の強さによって微妙に変えなければならない。麻布を着せることで生地の継ぎ目がずれたり痩せたりしても塗装面を守ることができる。下地の中でもとりわけ大事な役割を果たす。塗る麦漆の量は麻布が吸い取っても塗る面に麦漆が残る程度に調整する。この調整も非常に重要だ。貼り付けた麻布のはみ出した部分を切り取っていく。この作業を布揃えと呼んでいる。今回の修理は全面に布着せまで行う本直しだが、塗装の劣化状態によって一部だけ布着せを行う中直し、布着せを行わない新書き合わせ直し、上塗りだけ直す上塗り直しなどの修理がある。麦漆が乾燥したら、目すり漆がよく食いつくように混合砥石で研ぎ出す。研ぎはその作業段階によって2種類の混合砥石と4種類の耐水ペーパーを使い分けている。砥石は全体を平坦にする場合に使う。次に目すりという作業を行う。布着せした麻布の目を地の子下地で塞いでいく。ところでこの下地をつけるのに使う道具は一体何でできているのだろう。それはヒノキの材で作り上げたヘラである。一般に漆を扱う職人は自分で使うヘラは全て自分で作っている。下地の種類やつける場所によってさまざまな種類のヘラを作り、適材適所に使い分けているのだ。ではそのヘラ作りの実際をお見せしよう。使う道具は今手に持った小刀だけである。この袖型小刀は主屋包丁ともいい
側面だけでなく先端にも刃がついている。漆関係者だけが使う特殊な形状の刃物である。主や包丁の峰を膝に押し当てて体全体の力を利用して削っていく。切る場所によって使いやすい方の刃で作業を進めていく。またヘラ作りで肝心なことはヘラ先のたわみ具合であるという。ヘラ先のたわみを何度も確認して各自が自分で使いよいヘラを作っていくのだ。八重樫打ち刃物製作所、主や包丁作りを行っている数少ない鍛冶屋だ。刃の元になる鋼を粘土で塗り十分に熱した地金に乗せていく。鋼は炭素の含有率が高く刀の刃になる部分だ。再び炉の中に入れて熱していく。この時炉の中の温度は1200度ぐらいに上がっている。叩くことによって鋼と地金は鍛えられ一体になっていく。硬いけれど脆い鋼と柔らかく粘りのある地金を一体にすることで強くて切れ味の鋭い刃物を作る。日本の伝統的な打ち刃物の技術だ。八重樫打ち刃物製作所は職人の道具を作ってきた。江戸打ち刃物の伝統を引き継ぐ鍛冶屋だ。宮大工の能見、カンナや料理人の和包丁など切れ味を大事にする道具を注文によって作り出している。再び十分に熱した主屋包丁をわらばいの中に入れて冷ます。注文されたサイズに切断するため正確に寸法を取っていく。グラインダーで厚みや幅を整えて形を仕上げていく。自分の作り上げた作品に銘を打つ。これこそ職人の誇りでもあり生きがいでもある。焼き入れ、微妙な温度調整が必要なので周囲を暗くして温度を見極める。やり直しは効かない。急速に冷やすことで鋼だけが硬くなり刃の切れ味が決まる。焼き入れが終了した主屋包丁を線という両手を使って削る道具で表面を仕上げていく。こうして漆関係者のみが使用する主屋包丁は完成した。陽明門の修理は目すりの後にもう一度地の子下地を使って下地を安定させる地付けを終え、次の作業切り子下地付けに入っていく。切り子下地は漆1と地の子1、トノコ1を混ぜ合わせたもので、地の子下地よりも粒子が細かい。だんだんと粒子の細かいものを何層にも重ねて塗布することで強くて美しい下地を作っていくのだ。切り子下地の後の研ぎは初めて水を使う水研ぎだ。空研ぎに比べて水研ぎの方が強く早く平滑化を進めることができる。水研ぎの次に漆1とテレピン油1を混ぜた固め漆を塗る切り子固めをする。水研ぎの後には固めで漆を補う必要がある。そしてもう一度耐水ペーパーで研ぎ出していく。今度は空研ぎだ。空研ぎか水研ぎかは固めや塗りの硬さや次に行う作業によって決まる。
陽明門から取り外した彫刻の修理は現場ではなく工房で行われている。傷んでいるところは国祖彫りをせず麻布や和紙で補強していく。できる限り彫刻の形を残すことを大事にしているのだ。彫刻の絵付けは彩色の職人の仕事だが、下地の修理は漆職人の担当だ。彫刻の修理は叩き落とさずに絵の具だけを水で洗い流すことが多い。彫刻の形を残すためだ。のみの跡も残すほどに慎重に作業をせよと言われてきた。慎重に研いで下地をつけ、絵の具の下地になる金箔押しまでを行って彫刻を彩色の職人に渡すのだ。陽明門の修理現場では下地作りの最後の作業が始まった。錆下地をつけていく作業だ。では錆下地の作り方をお見せしよう。錆下地は漆1に地の粉 0.5、 トノコ 1.5 を混ぜ合わせたもので、切子下地よりもさらに目が細かい。まず漆に地の粉を入れ、何回も丁寧に攪拌していく。地の粉が十分に漆に馴染んだら、次に水に浸したトノコを入れていく。錆下地は成分が細かければ細かいほど塗膜もきめ細かく仕上がる。だがその分劣化は早くなる。それを防ぐために考え出したのが地の粉を少量入れるという方法だ。こうしてできた錆下地が修理する箇所全体につけられていく。錆下地の成分を調整したことで十分なきめ細かさが現れている。この錆下地までの工程を下地層の造成という。あとは仕上げ層の塗りの工程に作業は入っていく。その後錆付けして水研ぎし、固め漆で錆固めをした後、耐水ペーパーで空研ぎして下地作りが完成する。下地は注目されにくいが、塗りだけでは塗装は長持ちしないため、漆の仕事ではこの下地作りが非常に重要だ。漆は日本では縄文時代から使われてきた。これらは東京東村山市にある下焼部遺跡から出土した漆製品だ。土器や木製製品に漆を塗ることで強度を強め、美しい色を作り出した。近代まで漆は最も一般的な塗料で、食器や家具などに塗られてきた。これらの出土品は紀元前2000年ほどのものだが、鳥取県の三方五湖からは紀元前1万年以前の漆が発見されている。下焼部遺跡では縄文時代の漆塗りの作業様子が分かるものも出土している。漆を入れたと思われる土器の破片、赤を出すために顔料を細かくしたと思われる石などだ。そして漆を採取するためにつけられた傷がある漆の木も発掘された。現在の漆の採取と同じ方法が取られていることが分かったのだ。岩手県浄法寺町、ここが現在日本に残っている唯一の漆かきの里である。漆をかく箇所の木の皮を剥いでゆく。漆の木は近代までは広く栽培されて各地で取られていた。しかし今はこの浄法寺をはじめ二十数人だけが日本産の漆を守っている。皮を剥ぎ取ったところに柿窯でこれまでに描いた傷と平行に傷をつけていく。その傷にじわっと漆の樹液が染み出してくる。
その樹液をヘラですくって漆壺の中に落とし込んでいく。この作業を漆林の中、木から木へと渡り歩き、次から次へと続けていく。漆は広く東アジアに分布し、中国産のものが多く使われるが、日本産のものが最も日本に合っていると言われる。日光でも昭和の一時期、日本産の漆の入手が困難になり、中国産を使っていた。しかし平成の大修理は、すべて日本産の漆で行うこととした。材料は修理前と同じものを使うことが修理方針の基本である。1日に100本、4日かけて4箇所の漆の木のグループから漆をかき、5日目には初めの場所に戻る。今日取れた量はどれくらいだろう。収穫量を確認することは漆かきにとって楽しみの一つでもある。描いた漆そのものを荒み漆という。漆かきが一シーズンに収穫する荒み漆の量は平均するとおよそ80キログラム程度だ。京都市下京区、ほぼ京都市の真ん中に漆の生成や販売を行っている堤朝吉漆店がある。堤朝吉漆店に岩手県の浄法寺から今年収穫された荒み漆が送られてきた。堤漆店の工場でこの荒み漆を精製する。まず荒み漆から不純物を取り除く作業だ。荒み漆を大きな容器へ移し、攪拌機にセットする。その中に綿を入れる。それもかなり大量に入れ、漆の木くずなどを綿に吸着させていく。それを遠心分離機にかけると漆だけが綿から分離される。不純物が取り除かれた漆が遠心分離機の注ぎ口から染み出てきた。これが木漆だ。このあと漆の粒子を細かくして水分を飛ばす精製を行う。ここで貴重な映像をお見せしよう。昭和40年ぐらいまでは野外で漆を精製していた。攪拌して漆の粒子を細かくする名やしと、天日で水分を飛ばす黒目を同時に行っている。夏の炎天下、大きな鉢に木漆を入れ、貝で船を漕ぐように攪拌する作業はかつての漆器生産地の夏の風物詩であった。鉄粉、ここで鉄粉が登場するのは黒漆の精製が行われるからだ。色漆は精製した透き漆に顔料を混ぜて色を出すが、黒漆は鉄粉を入れた化学反応によって黒を出す。顔料は使わない製法である。まず木漆に鉄粉を入れ、よく攪拌してから2、3日ほど寝かせておく。その間に化学反応が始まって、うっすらと黒みを帯び始めている。その黒みを帯び始めた木漆を大きな鉢の中に入れ、よく攪拌して粒子を細かくしていく名やし作業だ。攪拌が進むと木漆に熱を加えるため、鉢の上に電熱器を吊り下げ、全体の温度を上げていく黒目作業も同時に行う。すると木漆は水分を蒸発させながら徐々に黒みを増していく。ある程度黒みが増したら、ガラス板の上に黒くなった漆を塗り、その色の深さを確認する。
白いのが生漆の状態。さらに温度を調整しながら攪拌を続ける。ようやく思いの黒が完成した。電熱器を外し、完成した黒漆を取り出していく。生漆に鉄粉を入れず同じ工程で精製すれば、色漆で使われる漉き漆ができる。出来上がった黒漆はまさに漆黒。これこそ黒の中の黒である。艶のあるこの漆黒は現代の技術をもってしても漆でしか作れない色で、希少な色として評価が高い。こうして出来上がった黒漆や漉き漆を出荷のため小ぶりの桶に入れていく。夏の暑さがようやく収まった頃、陽明門では仕上げの塗りの工程に進んでいた。塗りでは塵やほこりは禁物だ。錆固めが終わった後、全体をタッククロスで丁寧に拭き上げていく。この作業を野毛払いと呼んでいる。1回目の中塗り。中塗り漆をヘラで配り均一に伸ばしていく。この中塗りから初めて黒漆を使用する。下地作りまでは漆に地の粉やトノコなどを練り込んできたが、ここからは漆だけを使う。漆刷毛で慣らして化粧を施すように塗り上げていく。その後、つくろい錆という作業を行う。どんなに丁寧に下地をつけても1回目の塗りではわずかにくぼんだところが残ってしまう。そこに錆下地を埋め込み表面を平滑にしていくのだ。黒い錆を終えると再び表面を濡らして耐水ペーパーで研ぎ出していく。塗りの時の研ぎでは、以前は研ぎ墨という特殊な墨を使っていたが、現在は生産量が極端に少ないため、やむを得ず耐水ペーパーを使っている。その後、錆繕いをしたところだけに生漆を補う繕い錆固めを行う。この作業をすれば2度目の中塗りで繕い錆をしたところと周囲の艶が合う。このような細かい修正を施した後、ようやく2回目の中塗りが始まる。1回目の中塗りと同じように黒漆をヘラで配り、全体を均一な厚みにヘラで調整していく。そして漆刷毛で伸ばしていく。漆刷毛は塗りの工程から使われる道具だ。漆刷毛、それは漆を塗るためだけに作られた刷毛である。漆刷毛の原料は人間の髪の毛である。十分に洗って繰り返しすいたものだ。その髪の毛を固める糊漆を作る。もち米の粉、白玉粉に漆を混ぜていく。今では漆刷毛製作者は日本に2人しかいなくなってしまった。出来上がった糊漆を束ねた髪の毛一本一本に混ぜ合わせていく。目の粗い櫛から細かい櫛へと道具を変えながら、毛の流れに乱れがないように
正確に固めていくことが肝要だ。刷毛作りで最も難しい作業だ。ここが際ですから、この際よりこっちに叩いて、際より中に。漆刷毛の製作を学ぼうと弟子入りした若者がいる。ここですか。これなんです。漆刷毛製作者がもう一人育つかもしれない。文化財を守るためには後継者育成も重要な課題になっている。乾燥させてから髪の毛の反対側も同様に固めていく。糊漆が固まってしまわないうちに髪の毛一本一本混ぜ合わせていく。乾燥させてからハケの大きさに合わせて裁断する。海に潜る天の髪の毛が昔から最高の髪の毛と言われていたが、今ではそのような髪の毛はほとんど入手できず、中国からの輸入に頼っている。裁断したものを何枚か重ね、その外側にヒノキの側板を糊漆で貼り合わせていく。しっかり密着しないと良いハケにならないので、側板の周りを麻縄でしっかりと巻き込んでいく。そして麻縄と側板の間に楔を打ち込んでいく。楔を強く打ち込むと側板が割れてしまうし、ゆるいとしっかり密着しない。この作業も経験が必要だ。そして1週間ほど乾燥させてから側板をカンナで削って仕上げていく。最後に刷毛先をカンナの刃で尖らせて整える。先端を丸めるカーブをつけるのが難しいという。この作業までが漆刷毛職人の仕事である。こうした漆の工具も伝統を受け継いだものを使うのが修理方針の基本なのだ。いよいよ仕上げ層の最後の工程、上塗りが始まる。水研ぎの終わった場所に上塗りをする前にアルコールでさらに丁寧に拭き上げる。手油などわずかな汚れも取り除くのだ。黒漆の上塗りが始まる。使う漆は最もきめ細かく精製した光沢のある上塗り用の漆だ。気候の変化にも耐え、紫外線にも強い。まず漆をヘラですくい上げ、塗装面に持っていき全面に伸ばしていく。これを漆を配るという。漆を塗り上げる際には必ず守らなくてはいけない手順がある。まずヘラで漆を配り、次にムラを切る。ムラ切りとは木目に直角に塗っていくことだ。何度も塗るのは乾くまでに漆が流れてしまうのを防ぐためだ。そしてヘラで木目に沿って漆を伸ばしていく。ならしという手順だ。次に漆刷毛を使いヘラでならしたところのムラ切りを行う。仕上げに近づくにつれてより丁寧な仕事が求められる。上塗りの厚さは髪の毛1本100分の7ミリの厚みが良いという。仕上げに漆刷毛でならしていく。熟練した職人の手が技を発揮する。この手順で上塗り漆を塗り上げ、黒本直しの上塗りが完成する。仕上げの色は修理前のものに復元するのが修理方針の基本だ。ここで
面白い作業が始まった。天竺全面に水をかけ濡らしていく。ペンキなどの塗料を乾燥させるには中に含まれている水分を飛ばすのが一般的だ。しかし漆は空気中の水分から酸素を取り込んで乾燥させるのである。そのため塗り上げた上塗り部分全体を濡らした天竺で覆い隠し、漆に酸素を取り込ませる。この作業を行うことで上塗り漆は乾燥し、ようやく黒本直しの全ての作業が終了する。日光の社寺には黒だけでなく様々な色漆がある。その一つ、青漆を作る工程を見ていこう。青の原料は酸化第二クロムである。江戸時代は酸化第二クロムなどあるはずもない。石王を藍で染めたものが当時の青漆の成分だったろうと考えられている。その酸化第二クロムに漆を1対1の割合で混ぜ合わせて青漆は作り出される。常磐の上に酸化第二クロムの粉末と漆を乗せ、両方をよく混ぜ合わせる。よく混ぜ合わせたら極潰しで酸化第二クロムの粉末をすり潰していく。以前は六章の彩色だったところが性質に変わってきたことが昭和の大修理で分かっている。また昭和の大修理の時は性質の中塗りに黒漆を使ったが、上塗りが劣化して中塗りの黒が見えることがあったため、現在では中塗りにも性質を使う。次に朱漆を作ってみよう。かつては天然の鉱物辰砂、つまり水銀と硫黄の化合物を使っていたが、最近では水銀と硫黄を混ぜて加熱消化させて人工的に作り出している。その配合は漆漆1に対して朱を 1.5 入れて、性質と同様よく混ぜ合わせ、朱の粉末も丁寧にすりつぶしていく。朱は透明度が高いため顔料の量をここまで多くしなければならない。朱漆の中塗りには同じ赤系で隠蔽力の強い弁柄を塗る。顔料が多く重くなってしまうので朱漆を塗るのは高い技術が必要だが、重要な建造物に塗られる大事な色である。では陽明門の修理現場で弁柄塗りの実際を見ていこう。中塗りには漆漆1に老波弁柄 0.2 を練り合わせた弁柄漆を使う。錆色の下地の上に鮮やかな弁柄の赤色が華やかな色合いを醸し出していく。老波弁柄は工業用弁柄よりも塗りづらいが、仕上げ色を修復前に復元するのが修理方針の基本である。上塗り前に中塗りを終えた弁柄漆の表面をアルコールで拭き上げていく。上塗りには漆漆1に対して弁柄 0.3 を練り合わせた上塗り用の弁柄漆を使う。弁柄は隠蔽性が高いので顔料は少なくて良い。弁柄漆の上塗りでもまずヘラで漆を配り、ムラ切りを行い、さらにヘラでならしていく。手順は黒漆と同じである。そして漆刷毛を使いムラを切り、漆刷毛で再びならしていく。黒漆とは明らかに違う雰囲気の漆の世界だ。黒、朱、弁柄、青漆、それぞれの特徴を踏まえて熟練した手が
忠実にその工程をこなし、鮮やかな色の世界を作り出していく。石川県金沢市。この町は江戸時代前田藩の政策で日本の工芸の振興を推し進めてきた。その思いは現代にも引き継がれ、多くの伝統工芸品を作り続けている。その一つが金箔の製造だ。今では日本の金箔の 99% がこの金沢の町で作り出されている。ではこれから金箔の製造過程をお見せしよう。金の含有量によって金箔の種類は様々だが、日光では金が 95.79% の3号色というものを使う。さらに含有量の高いものもあるが、創建当時に使われたと考えられるものを使うことにした。純金に少量の銀と銅を混ぜ合わせ、るつぼに入れてから1300度に熱して溶かす。それを型に流し入れて合金を作る。次にロール圧延機を使って合金を伸ばしていく。金は転性延性が高く、1グラムあれば一坪以上に広げることができる。わずかな量で広い面積を美しく飾れるために表面装飾に多く使われてきた。厚みを調整しながら何度も伸ばしていく。合金の厚さはこのロール圧延機で100分の3ミリまで伸ばされる。薄くなった合金をハサミで6センチ角の大きさに切り揃え、パトロン紙の間に1枚1枚挟み込んでいく。引き入れという作業だ。このパトロン紙の束を白打ち機で叩き、金をさらに薄く叩き伸ばす。この工程を4段階繰り返し、金箔を1000分の3ミリまで伸ばしていく。金箔製作は分業制になっている。この作業までを積み屋と呼ばれる人々が行い、ここから仕上げまでの作業を箔屋と呼ばれる人々が担っているのだ。伸ばした金箔をおよそ20センチ角の大きさに裁断したものを上積みと呼んでいる。その上積みが積み屋から箔屋に渡される。箔屋では上積みを叩いて1万分の1ミリから3ミリくらいの厚さまで仕上げていく。上積みを10から12程度に切って和紙の間に挟んでいく。これを叩いて伸ばし、また別の和紙に移し替えて伸ばしていくことを繰り返す。均等に金箔が広がるようにしながら叩く。叩くことで熱を持ってしまうので、それを冷ましながら何度も何度も繰り返す。現在の金箔の多くはグラシン紙を使って機械的に作られる立ち切りによるものが多いが、日光で使う金箔は伝統的箔製造方法である円付けによるものだ。非常に手間がかかるが、円付けの金箔は光沢が柔らかく美しい。円付けで最後の仕上げに使われるのが箔打ち紙だ。兵庫県の名塩から仕入れた和紙を柿渋や灰汁につけていく。一枚一枚に染み込ませるようにしなければならない。一晩置いて十分に柿渋が染み込んだら、和紙が破れないように丁寧に絞る。まだ濡れている箔打ち紙を6枚ずつ重ねて、御座の間に挟み乾燥させる。伝統を守り続ける箔屋は、誇りを持って手間のかかる作業をも厭わない。これが円付けの魂ですわ。ああ、なるほどね、これによっていい箔が打てるか打てないか、もちろん紙もありますけど、
濡れ干しである程度乾いた白内紙を叩くことによって熱を持たせ乾燥させる。縁付けでは紙作りが仕事の6割以上を占めるというほど手間のかかる仕事だ。叩いたことによって重なった白内紙を息を吹き込み一枚一枚剥がしていく。金箔作りの副産品としてこの白内紙は最高級の油取り紙として女性に人気が高い。その白内紙を使って仕上げの金箔が打たれた。これが日光さんに使ってもらっている三号色です。完成した金箔を一枚一枚所定の大きさに竹べらで切り取り、保護のために和紙を間に挟んで完成だ。この手すき和紙は白内紙とは別のもので、金箔が付着しづらく湿りが入りにくいものを使っている。これが日光の作業現場に収められる金箔だ。こうした手間のかかる作業を重ねて、ようやく金箔が日光の漆技術者の手に届く。唐破風の太平塚にベンガラ漆の白下塗りが施されている。金箔は発色を良くするためにベンガラ漆の上に押していく。金箔を押す前にすり漆を行う。接着力の強いロセ漆を塗りつけていく作業だ。さらし木綿で塗り上げたロセ漆を拭き取る。金沢の箔屋たちが丹精込めて作り上げた金箔を和紙に挟んだまま押すところまで持っていき、和紙ごとそっと押し当てる。そして和紙の上から優しく筆で押し付けて金箔をロセ漆に密着させる。日光の漆装飾の多くは野外にある。ロセ漆をしっかり拭き取って箔を押すと金箔はきれいに見えるが劣化が早い。そのため拭き残すロセ漆の量は早く劣化しない限界の量を選んでいる。修理工事は伝統的技術で施工するのが基本だが、最も長持ちすると考えられる仕様にしなければならない。金箔は細かな部分も無駄にせず再利用する。最後の仕上げにはみ出した金箔を竹べらや布でそぎ落とす。この作業を繰り返し全体を仕上げていく。日光の社寺の中で最も格式の高い建造物に施される金箔は劣化にも強く、建造物を美しく荘厳していく。同じ金を使う技法に蒔絵がある。蒔絵は通常蒔絵師の手によるが、平成の大修理では唐門の蒔絵の修理を日光の漆職人が初めて担当した。漆仕事の中で最も高い技術が求められ、劣化にも最も強い。二荒山神社本殿を彩るベンガラ漆。漆は赤や青の顔料を入れることで建造物に豊かな色彩を与えている。輪王寺太夫院を荘厳する黒漆と金箔。漆黒は黒でありながら光を取り込んで静かに艶をたたえ、金箔が雅な輝きを放つ。東照宮の拝殿と本殿も黒漆と金箔で荘厳されている。
漆は彩色、飾り金具と同じように建造物の装飾を彩っている。東照宮陽明門、輪王寺三仏堂、二荒山神社本殿と、平成の大修理では二社一寺の重要な建造物の修理が続く。漆の修理と並んで彩色、飾り金具の修理、建造物の木部の修理も行われている。江戸の時代から続けられてきた修理事業、修理技術者たちは現在の技術を取り入れながら創建当時の姿をできるだけ忠実に再現する研究と工夫を怠らない。彼らの努力が続く限り、日光の社寺はこの華麗な姿を後世に伝えていくに違いない。